8時になりました。明日6月1日木曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは外況。イケに発表された有望 IR、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、明日のデイトレ候補、 最後にトピックの順でお伝えいたします。まずは代表です。ダウは下げ、ナスダックは上げ、日経は下げという展開になりました。ダウは50ドルの下げ、マイナス0.15%。ナスダックは41ドルの上げ、プラス0.32%。日経は440円の下げ、マイナス1.41%。 1>, 1ドルは139.54円円高に触れ139円台で推移しております午後2時時点での東証プライムは値上がりが263銘柄値下がりが1524銘柄変わらずが48銘柄8割以上の銘柄が下がった状況です アメリカの方は債務上限問題について議会での採決に対する警戒,警戒感から小幅な動きにとどまりました。一方、エヌビ i アが時価総額は初めて1兆ドルを超えるなどハイ,トハイテク株が買われております。日本の方は伝統の反動で利益確定売りが優勢となりました。アメリカ国債10年ものの利回りは さらに低下し3.6%台で推移しております。ドル円の方は円高に触れ139円台で推移している状況です。日本株の業種別株価指数の方はほぼ全面安の状況となりました。特に卸売、そして鉄鋼、工業の大幅な下げが目立ちます。 とそして保険業この2つは反発いたしました売買高ランキングの方は下げが優勢な状況です1位のレーザーテックの売買代金は3000億円には届かなかったものの2日連続で2000億円台はキープしております半導体株は本日売買代金のトップ10のうち5銘柄が 占める人気ぶりですが、ルネサス以外はすべて下げとなってしまいました。本日銀行株も上げ下げ、まちまちな状況です。商社株は利益確定売りで売られ、大きく売られております。本日のヒートマップですが、ほぼ全面真緑で、個別に見ても 全面売りの状況ですけれども、東京会場、京セラ、ルネサスなどが買われている状況です。経済スケジュールの方は、今夜のジョルト労働調査が注目ポイントです。次に引き後に発表された有望 IR です。まず、療養エレクトロ。療養エレクトロは半導体の商社です。 本期形状を37%情報修正、配当も40円増額という発表がなされました。24年1月期、第1クォーターの連結形状利益は、前年同期比4.6倍の52億5000億円に急拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の65億円から89億円に 36.9%情報修正し、増益率が45.2%増から98.8%増に拡大する見通しとなった。業績向上に伴い、今期の上期配当を従来計画の60円から80円に大幅増額し、下期配当も従来計画の60円から80円に増額修正した。 年間配当は160円となる。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の3.7%から3.7%とほぼ横ばいだった。こういった状況です。本日の株価は2,679円。出来高は48万株です。この48万株の3分の1くらいですが、18万株の信用外算がある状況です。 一年の株価の動きは1月30日に2285円ですので、このあたりの位置です。そして3月10日に2780円ですので、ここが最高値です。直近の状況はこのようにゴールデンクロスを経た上げトレンドでの今回の IR です。今回の増配で配当利回りは一気に 5.97%に跳ね上がりました。この本日の下げでできたしこりにはご注意ください。次にアンジェスです。アンジェスは大阪大学発の創薬ベンチャーです。ホラテジェン正式承認に向け製造販売承認を申請。こういった発表がなされました。HDF 遺伝子治療用製品。 コラテジェン近中用量4ミリグラムについて条件解除に向けた製造販売承認を厚生労働省に申請したと発表した。コラテジェンは2019年3月に条件及び期限付き製造販売承認を取得している。条件及び期限付き承認とは14年施行の改正薬事法で導入された再生 医療等製品を早期承認する仕組み。この早期承認を受けた製品は期限内に承認条件評価の結果を改めて申請し、条件解除を行う必要がある。こういった内容です。本日の株価は125円、出来高は89万株です。この89万株よりも若干多いですが、 1年の株価の動きは4月26日に95円ですのでここが最安値です一方1月31日に154円ですのでここら辺の位置です直近はこのような三角持ち合いでの今回の IR です 定位株である点と信用買いが多いという点。この2点はご注意ください。次に、ハテナです。ハテナは、ハテナブックマークやブログサイトの開発、運営を行う会社です。今期計上を51%情報修正、6万株2.02%の自社株買いが発表されました。 最終利益はこれまでの9400万円から1億4500万円に見通しを引き上げた同時に取得総数6万株2.02%を上限とする自社株買いの実施も発表したテクノロジーソリューションサービスにおいて受託サービスの受注活動が好調に推移した大型の漫画アプリサービスの開発も順調こういった状況です 本日の株価は804円。出来高は3万株です。この3万株の4倍くらいですが、14 12万株の信用外算がある状況です。このように25日戦に頭を押さえられた下げトレンドでの今回の IR です。信用外が多いという点はご注意ください。次にメディアシークです。 メディアシークはシステムコンサルの会社です。ソフトバンク系の SB ペイメントサービスとサブスク対応のクレカ決済新サービスの提供を開始するという発表がなされました。ソフトバンクのグループ会社である SB ペイメントサービスとキャッチボールとともに、継続課金サブスクのクレジットカード決済に関する新たなサービスを開始したと発表した。 サブスクの利用拡大が広がる中、事業者は代金未回収のリスクへの対応や特則業務の効率化に迫られており、新サービスの提供で課題解,課題解決につながる。新 <laughs> サービスエスコレは不動産や介護、観光総裁関連やスポーツ義務といった幅広い事業者での 活用が見込まれるという。継続課金サービスの管理に必要な顧客情報の更新や請求・売上管理を管理サイトで一元化する。クレジットカードの決済ができなくなった場合は、自動で後払い契約に移行される機能も実装する予定。サブスク代金の回収漏れの防止,防止につながる。こういった内容です。 本日の株価は297円。出来高は1万5千株です。この1万5千株の20倍くらいですが、31万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月17日に281円ですので、ここら辺の位置です。そして3月30日に350円ですので、ここが最高値です。 直近では1ヶ月ほど横横での今回の IR です。こちらは本日のザラバの5分間チャートですが、このように、直前に大きな買いが入っております。こちらのチャートでもわかるように、出来高を伴った不自然な要線が立っている状況です。これは情報漏れが危惧されるかと思います。 入外が多いといい。とう点はご注意くださいそして、ゼネテックです。ゼネテックは組み込みソフトハードのシステム受託開発を行う会社です2025年に営業利益23億円を目指す中期経営計画を発表いたしましたこちらがその中継資料から持ってきたものです2023年が、 営業利益3.7億円ここから2025年に23億円に持っていくという計画です本日の株価は804円出来高は5900株ですこの5900株から比べると桁違いに多い数ですが13万株の信用概算がある状況です1年の株価の動きは3月6日に 468円ですので、ここが最安値です。そして4月3日に1065円ですので、ここが最高値です。直近ではあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。板薄である点と信用買いが多いという点はご注意ください。その他の IR です。本日 IR10 件出ております。 上5県が今お話した内容です。この他に、トリケミカル研究所からは24%の減益。6等は前期形状が一点赤字で下振れ着地。アマナは赤字縮小。東芝テックは新鮮から配当金1億3800万人民元。円換算すると27億3100万円を受領したということ。 森屋輸送機工業は、剰余金の配当と役員退職慰労金制度の廃止をするという発表がなされております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は自長堂でした。増配を発表したことにより、本日、あ前日比19.7%の株価上昇。 本日よよりりりからストップ高でで、したのの引け出の差はありません。第2位はトランスオンプロダクト電源削,削減ソリューションの共同実験を発表したことにより前日比18.7%の株価上昇本日よりからストップ高でしたのでより引けでの差はありません第3位は日野自動車三菱重扶蔵との経営統合での基本統合を 基本合意を発表したことにより、前日比12.3%の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると1.3%の利益となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。次に本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高5件出ております。自長堂。エニッシュは3日連続。トランスオンプロダクト。 プラットフォーム、ジオコード。このうち、事業同は増配です。エニッシュは初のオンラインゲームが全世界の事前登録者100万人を突破したという発表によるものです。トラーソンプロダクトは電源削減の共同実験です。ジオコードはラクスとの協業を開始すると発表したことによるものです。 本日、ストップ安はありませんでした。次に、本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は、自徴堂でした。前日比19.7%の株価上昇。第2位は、トラソン,ンプロダクト。前日比18.7%の株価上昇。第3位は、オコー騰。前日比18.1%の株価上昇。 値下がりの方は第1位がイオレ前日比マイナス12.3%の株価下落第2位が石井鉄工所前日比マイナス10.9%の株価下落第3位には山科前日比マイナス9.6%の株価下落次に新規上場スケジュールです6月16件が予定されております このうちアベジャーは現在抽選申し込み受付中です。6月1日までです。そして、えー、グロービーも抽選申し込み受付中です。こちらは来週月曜日までです。そしてこの他に CUC、OB システム、アイデミー、リアルゲ g a AR アドバンストテクノロジー、 ブリッジコンサルティンググループエリック・エリッツホールディングスクオリプスプロディライトノイル・イミューンダブル・東京、ビーディレップ・アドバンスノバーゼ・クラダス詳細はこちらの動画をご参照ください次に決算スケジュールです明日は3件予定されておりますすべて引き語で伊藤園 第3、ピープル。このうち伊藤園は売買代金、えー、21億円の比較的大きな銘柄です。2週間分のスケジュールについてはこちらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、エニッシュ、アステリア、ヒーローズ、ヒナテクストホールディングス、 P, アクセス、ダントホールディングス日本,アビ日本アビオニクスジュモティ日野自動車。このあたりがアソンデイトリに向いてくるのではないかと思われます。最後にトピックです。本日、半導体と生成 AI 関連銘柄についてお話しさせていただきます。連日になりますが、まず半導体。えー、こちらがルネサス、レーザーテック、 東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、そしてソシオネクストです。こちらは月曜日の状態、そしてこちらが昨日の状態、そしてこちらが本日の状態です。本日、ルネサス以外は下げとなりましたが、ソシオネクストは年初来高値を更新しました。レーザーテックは不調が続いている状況です。 こちらが本日のザラバの状況です。どれも、こちら10時くらいの時間ですが、どれも10時くらいに一回反発しましたが、このように反発しておりますが、ルネサス以外はプラ,プラス圏で耐えられずにこのように落ちてきてしまいました。ただし、だら下げというわけではなく、 ところどころこのような反発も見られております。明日の動きに期待したいところです。次に生成 AI 関連銘柄です、えー。昨日、経産省が、えー、生成 AI の、えー、開発支援に国を挙げて取り組むと発表し、現在、生成 AI 関連銘柄が一気にホットになってきております。そこで先ほど このようなアンケートを出させていただきました。生成 AI 関連株についてご存知のレベルをお教えください。ご回答いただけると嬉しいです。アンケートへはこのコミュニティボタンからご回答いただけます。まだ出したばかりですので350票ほどですが、非常によくわかっているが1%、大体いいわかっているが 聞かじった程度で詳しくはわからないが42%言葉を聞いたことがある程度しか知らないが34%聞いたこともないが17%、えー、本日間に合わなかったので改めて詳細なご説明をさせていただきますがまずは代表的な2銘柄をお話しいたします まず、ヘッドボーダース。生成 AI では必ず名前が上がる銘柄です。チャット GPT の登場以来、こちら、えー、1月、そして5月、6ヶ月のチャートです。このように、株価は右肩上がりとなっており、1月6日の3345円から、半年で既に株価は6倍になっている状況です。 ヘッドウォータースは AI ソリューション事業を手掛ける企業です。自社のプラットフォームとソリューションを ChatGPT と連携させ DX を推進する企業への ChatGPT 導入支援サービスなどを行っています。本日の株価は19,550円。出来高は14万株です。こちらは株価データですが、株価はかなり割高で 配当もない状況です。受給は可もなく不可もない状況です。そしてもう一つ、ユーザーローカル。ユーザーローカルはヘッドボーターと合わせて生成 AI では双璧とみられる企業です。こちらが6ヶ月のチャートですが、1月6日の1169円から4ヶ月ですでに株価は2倍近くに伸びています。 ユーザーローカルはビッグデータの解析ツールや AI を使った業務支援ツールの開発提供を行う会社です。自社のチャットボットにチャット GPT を使い回答を自動再生させています。株価は2200円。出来高は28万株です。株価の方はかなり割高で、配当はあまりない状況です。 需給はかなり重い状況になっております。明日に向けた株式情報をお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。